本日ご紹介するのは、インスタライブで大人気でフォロワー数は25万人、今現在進行形で超絶話題沸騰中。昨年2023年2月には下着の PR 案件をインスタグラムに投稿したことを理由に、修学旅行の3日前に高校を退学処分となってしまわれ、ネットで大きな話題を集めたスーパー破天荒なちいまきさんをご紹介したいと思います。ちいまきさんは2005年の9月7日生まれ、趣味はファッションとメイクだそうで、そんな姿はごくごく普通の女子高生、女子大生と同じ、いい意味で親近感を感じます。ちいまきさんのご出身は福井県です。話題となった高校は退学になってしまわれましたが、2024年5月に編入先の N 校を卒業されています。ですので、ちいまきさんの最終学歴は高卒となりますね。ちいまきさんは身長154センチと意外と小柄でした。気になるのは3サイズですよね。退学のきっかけになってしまった事実があるとはいえ、その話題となったインスタグラムへの投稿写真の破壊力から見てもわかりますが、細身のボディに相反した大きすぎるバスト、18歳でこれはデカすぎと世間をざわつかせました。そんなちいまきさんの3サイズはというと、現時点では残念ながら非公開でした。ですが、そのお胸の大きさは推定ですが、なんと G カップ以上。まだまだ成長期の10代で G カップとは、この先一体ちいまきさんのバストはどうなってしまうのでしょう。期待しかありませんね。またちいまきさんは2024年7月30日発売の写真誌週刊フラッシュにおいてグラビア初登場を果たされました。ちいまきさんは求めてくれる声があるならそれに応えたいと、そのフレッシュ&ジューシーな美ボディを披露。撮影では夏らしい爽やかなワンピースに身を包み、猛暑の中ランジェリー姿へとなっていく様子が展開されています。全然慣れないとおっしゃるグラビア撮影だったようですが、18歳のちいまきさんの等身大の可愛らしい笑顔と抜群のスタイルをノスタルジックな雰囲気で感じられる仕上がりとなっております。またご自身のインスタグラムにはオフショットを投稿されたちいまきさん、大好きなカメラマンさんと撮影です、現場もすごく楽しかったですとコメントされていらっしゃいました。ちなみにちいまきさんのデジタル写真集もう子供じゃないよも発売中。この先さらに活躍されること間違いなしなちいまきさんから目が離せませんね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。